はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。3時ね45分になろうとしています。まったりとした午後でございましてですね、さっきね、ああ眠たと思ってね寝られたんですよ。やっぱり一回寝てね、かなり深く寝てね、ああ起きなあかんねんって、今日も仕事しなあかんやんと思って、あちょっと待てよ、事務所で俺昼寝してたんやと思って、で起きてね、もしかしてもうちょっと寝られるかもしれないと思ってね、寝ようとしたらまだ寝られた。昼寝のね2度寝気持ちいいわ。2回目はね浅い眠りでね、夢を見ながらまどろんで、で起きた、もうそろそろ起きなあかんやんこれと思ってそれで起きました。3時になってましたね、もうね。それから、テラテラとしてました。まったりしてますね、だからね、ほんまに。さて、産経新聞を読んでます。こんな記事がございまして、世界が孤独対策、注目、担当省に取材殺到、自殺失業に共通課題という、なんかようわからんタイトルで貼りませんよ、これ。菅義偉政権が重視する孤独孤立対策も、孤独孤立問題対策が海外メディアから注目されている。担当する坂本、哲学の哲に志ですね。広志一億総活躍賞。一億総活躍賞って何の仕事してんやろうと思う。もう余計な大臣職作んなよと思うんですけどね。には、ロシア、スペイン、韓国、米国の各メディアからインタビュー依頼が殺到。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う女性の自殺、孤独死といった課題に対し、日本の孤独対策を参考にしようとしているしているようだと。参考になるんですかね、日本の孤独対策って。それぞれの国が新型コロナでさまざまな問題を抱えている、それに対するいろんな日本の情報を聞きたいという気持ちが現れていた。坂本氏は4月27日の記者会見で各国のインタビューを受けた感想をこう述べた。孤独孤立対策を担う閣僚の設置は英国について世界で2番目とあって注目度が高い。イギリスにもおんのかいな、ほんまに孤独対策。いち早く取材を申し込んだのはロシア新聞だ。レーニン・アレクサンドル在日支局長はインタビューの趣旨について孤独の問題は全世界の問題でロシアにもある、ただ日本より低いレベルだと分析する。まあ以下ウニャウニャ書いてあるんですけど、ロシアではですね、ロシアも孤独問題があるというふうに私は認識をしています。やはり老人ですね。でそこからですね、もうアルコールに走る人が多くてですね、ウォッカの消費量が多いと。でも最近少なくなったという話を聞きます。どっちにしろ人間というのは最後は一人になるもんでして、一人で生まれてきて一人で死んでいくと。まあ生まれた時はお母ちゃんがそばにいますけどね。どうでしょう、日本でも孤独という、まあそんな言うてもしゃあないんですけどね。僕はそんな個人の問題だと思ってるんですよ、最終的には。一人になったのは自分のせいかなんか、それは知りませんけどね。でも人間最後は一人で生きたかなあかんやんというところはもう避けられないところでして、ご夫婦でもですね、同時にしようっていうことはもうほぼありえないわけだって、片方は先に行くわけだって、取り残された人は一人になるわけですね。で今やもう親子同居というのはあまりないわけだって、2世帯同居とかってね、我々住宅業界には2世帯同居とかっていう発想も、どうでしょうね、4、50年前から流行ってはいたんですけど、うまくいってる試しってはほとんど見たことないですね、私は。大体えらい目に遭うんですよ、2世帯同居とか言うと。それでうまくいってるうちなんてあったんかなという感じですね。やっぱりそんな別人ですからね、別人格ですから。でしかもそこに他人が混じってくるわけですよね、配偶者という。だからそうそううまくはいかないですね。で結局最後は一人になるわけであって、一人になった人はね、どう言いましょう、大変やというふうに思うのは、まあそれはしゃあないんです、しゃあないと思うしかないですよね。最後は一人なんですから。どう言いましょうね、
我々私のところにもですね、私も要はオープンにしてるわけですね。無料相談もやってますし、無料ネット上の無料相談もやりますし、コメントも受け付けています。で、昔はコメントいちいちこう返事をしてたんですけども、最近はほぼしません。なぜかというとやっぱりね、孤独なんですよ。孤独な人がコミュニケーションを求めてきている例が多いわけですね。で、その何と言いますか、お相手をするだけ楽しい相手であればいいんですけど、そうじゃない場合も結構多いわけであって、あんまりそこにですね入り込むとですね、結局最後は私が不愉快なわけですねもうええやんこのもうと思いながら、そういうことも多いんで、結局やっぱり寂しいんでしょうね。ここでもこの前言いましたけど、私の通り道ですね、駅に行く道すがらにあるその公園の角のお家でですね、もういかにもこう容積オーバーというか、もう敷地目いっぱいに4階建てぐらいのですね、建物建てて、そこで住んでるじいさんがいるんですけど、推定年齢85歳って。あのじいさんね、ばあさんがいるから孤独じゃないと思うんですね。時々息子来てますから。でもですね、もう本当にあの鉢物、プランター物をですね、いじくり回して、今日もね、朝から歩いてたらね、あのね、鉢物がいくつかね、もう植物が消えてるんですよ。この前しげしげといっぱいこうね枝を出してあの緑を茂っていたのに、なんであれが消えてんやろうと思ったら、あのじいさんまだなんかやってるんですね。こう茂ったあの緑はどこに行ってるの、捨てられたのかなと思いながらもうじいさんこんないじり回してもしゃあないやんと思うんですけど、もうあれは多分孤独の一種なんでしょうね。あれ婆さんと一緒に住んでるから孤独ではないんでしょうけども、でも自分の中では孤独なんでしょうね。まあ、あの世間に迷惑をかけてないといえば、いやでもかけてますね、あれ道路に置いてますから。お前の道路ちゃうね、お前とちゃうねそこはって車も通んねそこはみたいな、道路狭すんだという感じですけど。で、あとはですね、売却相談会をやりますとですね、時々あの変なじいさんとかばあさんとか来るんですよね。で、大概ね、不動産持ってくるんですよ。不動産持ってくるんですけどもね、それをね、売るのか売らないのかわからない、うにゃうにゃ言うてるわけですよ。で、はいはいはいって適当にあしらうんですけども、彼らの思考はね、1分でも長くね、そこで座ってなんか喋ってたんですよ。でもね、後がいらっしゃると申し訳ないですけどって、それとなくこう、お一人を願うんですけども、あれですね、で、後で、さっきの前の前の人なんか変でしたね、とかで、不動産屋さんたちが喋りながら、何なんでしょう、あの人は、と思って、いい不動産なんだけども、別に、売るとも売らないとも、うにゃうにゃ言うてるだけであって、指針を示さないし、私ら、じゃあはっきり言うんですね、これはこうしたらこれはいいですよって、こうしましょう。で、こういう形であればお手伝いしますよ、とか言うんですけど、にゃにゃにゃ言うてるだけなんですよ。要は喋り相手がおらへんということですね。誰にも相手されてないんじゃないですかとかって、こういうちょっと、確かに、その系統ねって、もうなんていうか、ああいう人たちっていうのは自分の材料ですね、不動産を持ってると、それを売るか売らないか、不動産屋に持っていくとですね、不動産屋はきっちり相手してくれるわけですよ。もしかしたら自分に預けていただけるかもしれないと思って。そうすると相手をするわけですね。だからそれの材料がある限りにおいて、あちこち不動産屋巡ってるわけですよ。で、我々のところにも来て、我々ね、がっつきませんから、そんないい不動産でも、ややこしい相手と組みたくないっていうのが僕らの、だから気が持ってるんですけどね、僕らのチームは。ややこしい相手から不動産預かりたくないっていうのがあるんで、適当に今はいどうぞってお借りいただくわけですけど、あれやっぱし巡ってるんでしょうね。いろんなとこ行ってるみたいなこと言うわけですよ。俺はいろんな不動産知ってるって、うわー相手されてるわと思って。そういう人もいますからね。無料で、無料の講演会とかやると勝手にやってきてですね、まあ勝手に来てもいいんですけど、で質問の時間に延々と自分の主張してる人もいますしね。あれはやっぱしね、迷惑以外のは何もんでもないんですよね。やっぱり世間に相手をされてないっていうことはものすごく寂しいんでしょうね。でもそういう人たちって、あとね、政治家のところにも行くんですよ。特にちょっと弱めの政治家ね。国会議員とかと相手されませんから、
地方議員とか地方議員になりたい人のところに行ってですね、延々と自分の話をするらしいんですよ。1時間でも2時間でも聞かざるを得ないですよね。で、私も知り合いの都会議員さんとこう喋ったりすると、事務所に行って喋ったりすると電話かかってきたりすると、相手さらせろえないでしょ。だからもう延々と同じことばっかりして、同じことを聞かれてるなって分かるんですよ。見てね、コーヒーとか飲みながら、うわ先生大変やわと思って、で同じことばっかり答えてるわけですよ。で国ごとをずっと聞いてるんやな、うわ大変やわこの仕事と思って。だから都会議員とか区会議員とかそうですね、言ったら相手してくれますからね。彼らはその1票でも2票でも とかんとあかんわけであって、あの仕事も大変やわと思って。いやでも日本の孤独対策ってそういうことですよ、結局は。誰か相手しちゃったらええねんっていうことですよ。だから誰が犠牲になるかということですね。だからそれの犠牲者は不動産屋であったりとかですね、議員さんであったりするわけですね。で、彼らは総じてお金をそんなに持っていないから、お金を払って相手にしてもらう、相手をしてもらうっていうことができない人たちですね。なんか無料のところに行くわけですよ。で不動産を持ってれば不動産屋に行けば相手してくれるし、不動産も何もなければ議員さんのところに行けばその1票というもので相手してくれる。まあ、寛容なね、日本って寛容な社会ですから、そういう老人も相手してるわけだって。まあ、そこに行けないような気持ち のあんまりこうアクティブじゃない方はどん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 孤独になっていって、最後は、心を患ってですね、そのままそれこそ本当の孤独の中でですね寂しい晩年を過ごすということになるんでしょうけど、まあ、ある程度はしゃあないでしょう、と私は思います。年老いていけばやっぱり孤独になるもんですね。やっぱりね、一番めんどくさいのはね、もう中年でね、まだ元気なカマちゃんなんですよ。ネット上いっぱいおるやんみたいな。言いますよ、僕みたいにオープンにしてるとね、まああれで しますね、コメントで茶化してくるやつもいればですね、この動画に何か言ってくるやつもいるんですよ。で、あるいはアマゾンのね、レビューとかでも僕本書くでしょ。あれも一応参加できるわけですね、一般人が。で、読む価値がないとかって言うてる人いるんですけど、例えば僕13冊出してるでしょ。7冊か同じやつがね、読む価値がないって書いてあるんですよ。もうここね、3、4冊はね、レビューなんかいちいち見ないんですけど、最初の頃一生懸命見ますやん。2、3冊目とか4冊目、5冊目ぐらいまでは。そうしたらね、やっぱり同じやつがね、星一つつけてね、読む価値ないって。君、4回、5回それ書いてるけど、読む価値のない本、俺の本を5冊も買うてくれたら読んだんみたいな。あれこそカマちゃんですね、ほんまに。でも、そうやって病んだ人っていますからね、病んでる人いますんで、いや、そういうのに当たるとね、もう本当にもう、とっととスルーするしかないわけですね、こっちは。でもそれをね、政策としてやろうとしてるのが、この世界が注目する孤独対策というんじゃないですかね。貼りませんからね、産経新聞。世界が孤独対策、孤独っていうのは、このあれですね、KODOKU って書いてありますね。注目。担当省に取材殺到という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。